第73回学長定例記者会見を開催いたします。本日の発表、お配りしております資料の方のご確認をまずお願いいたします。本日の発表事項が1から3、お知らせ資料が1から4です。次がございましたらお知らせください。まず本日は、発表事項1から3につきまして落合学長よりご説明をいたします。ご質問は全ての説明が終了した後にお受けいたします。お知らせ資料につきましては特にご説明はいたしませんので資料の方をご覧ください。なお本日は10時30分を終了予定としております。よろしくお願いいたします。はい、それでは発表事項1から落合学長よりご説明をいたします。皆さんおはようございます。それでは発表事項まず1、広島大学ダイバーシティ研究センターの設置について、ということでご説明させていただきます。広島大学では4月1日に広島大学ダイバーシティ研究センターを設置いたします。本研究センターは学内共同教育研究施設として、10年の次元設置となります。広島大学は男女共同参画あるいは障害学生支援アクセシビリティセンター特別支援教育の分野で日本でも先進的な取り組みまた業績を上げてきています。この業績を基盤といたしまして新たな学際的研究組織としてダイバーシティ研究センターを設立します。取り組みの概要につきましてはまず1番としてダイバーシティインクルージョンに関する研究2番目としてダイバーシティ・インクルーション教育そして学内外のダイバーシティ・インクルージョンの推進そしてダイバーシティを生かした研究ということになります。経緯をちょっとご説明いたしますと日本社会は属性や背景にかかわらず誰もがその能力を最大限に発揮し活躍できる社会を目指しています。同時に国際的な競争力を高めるために新たな着想や変革も求められています。しかし属性の多様性は組織内での感情的な葛藤や対立を時に促進しメンバーのモチベーションを低下させる可能性も大きいため多様性を創造性や革新に結びつける方法を見出すためには学術的に解決すべき点も多々あります。しかし日本ではこの分野の研究者は相対的に少ないというのが現状であります。大学や学術界におけるダイバーシティ・インクルージョンに注目した研究が少ないということでこのセンターを立ち上げたいというふうに思っております。それがまず1番目の発表事項であります。続きまして第2番目の発表事項は、本日の竣工記念式がこの、学長定例記者会見の後にございますけれども広島大学東千田未来創生センターの4月からの教養開始に向けて、本日竣工記念式典を行いたいということであります。このセンターでは広島市内の霞キャンパスで学ぶ医学系医療系の学生の教育の実施とともに将来的には社会人大学院生の教育や大学間あるいは産業界との連携を活用するというようなことを想定しております。本日11時から12時30分まで竣工記念式典を行いたいと思います。その中にですね竣工式典カット施設見学が含まれております。詳細に関してはお手元の資料をご覧いただければと思います。続きまして3番目の発表事項でありますけれども広島大学では3月の中旬に、私、学長の落合をはじめ佐藤理事副学長、高田理事副学長がカンボジア、ミャンマーを訪問して、教育・学術交流を目的とする、協力協定を締結いたしております。
今後の国際交流への大きな足がかりとなると思っております。まず3月11日にですね、カンボジア教育省と教育学術交流を目的として協力協定を締結いたしました。調印式はプノンペン市内のカンボジア教育省で行い、私とハン・チョン・ナロン教育大臣との間で、署名を取り交わしております。続きまして、ミャンマーに参りまして、3月14日にミャンマー教育省と教育学術交流を目的として協力協定を締結いたしております。調印式はヤンゴン市内で行われて、ヤンゴン大学長、カゴン大学長、東ヤンゴン大学長、西ヤンゴン大学副学長らが列席される中、私とミャンマー教育省、ティン・ウェン高等教育局長との間で署名を取り交わしております。調印後には在ミャン中ミャンマー日本国大使館の樋口立氏大使を訪問し、教育省との協力協定締結の報告を行って、本学とミャンマーの交流について意見交換も行っております。本学とカンボジアおよびミャンマーの高等教育機関との交流が一層推進することを期待しております。また3月14日には広島大学カンボジア交流会の設立会合がプノンペン市内で開催されました。交流会は平成28年3月現在16カ所になっておりまして、海外の同窓生とのネットワークを強めて、留学生をはじめとする国際交流をさらに推進していきたいというふうに思っております。私からの発表事項はこの3点でございます。あとはお知らせということで、私をご覧ください。